こんばんばは白髪じじいことひととねでございます。いやいやいや、週末ではね、あの、MacBook Pro16 インチ結構、なんかみんな動画やってたりとか、買ったりとかしますね。二十何万とかね、もっと高いのもあるらしいけどね。なんから見た感じ、買ってきた人の見たたら、あー、そういうもんですか。うん。って感じで、うーんって感じです。で、その時期に、僕はもう、いきなり、 iPad mini です。うん。iPad、ね、mini ここに書いてますよね。うん。なんかね、はい。ようわかんないけど書いてます。iPad mini の、なんだかんだかって。うん。256。うん。一応5なんでしょうね。うん。どれも5とは書いてないんですけどね。うん。今年バージョン。やっと手に入れました。うん。念願の。ね、発売時期、あのー、9年後と言いませんでした。 だけど、あのー、1年経ったらしくて、あの、iPad Pro 11、遅延行しました。ということで、逆に言うと、iPad Pro は、うん、あの、保証が切れました。<laughs> 壊れたら泣きます。まあ、なんでも、感じですね。Apple のなんとかのあの、保証も、あの、継続したかったんですけど、できませんでした。スマホならできたらしいんですけど、タブレットは無理でした。 って感じ、ね、あとりあえずそんな感じで、うん、ちなみにこれあれですけど4の方がね、あのー、ゲーム落ちるんですよここにあのー、んキャラバンストーリーズって書いてあるんですよゲームが落ちるんです落ちるんですこっちかうん落ちるんです結構落ちるんでねそれがまた悲しくなりますやってるうちにゲーム落ちるんです 今のところあのー、こっちの方の iPad Pro11 は落ちたことないんです、今のところ。なので、ああ、落ちるのかよ。で、あとあのー、ぷかぷか言うんですよ、ぷかぷか。と思って、ぷかぷか言う、ぷかぷか言うって言ってやったんですけど、あのー、結果として、買ってから来てたんですよ、昨日来てたんですけど、ぷかぷかするのはあのー、このー、これが壊れたせいです。うん、カバーが。 で、ぶっちゃけと、あの、iPad m i n i 4、ピカピカしません。まあ、こっちはね、ボタンだからあれだけどね、ピカピカしません。いやいやいや、買って損したよねっていう気もしないでもないけど、まあ、それはそれで、いっかんな、みたいなね、もともと欲しかったんでね、だから、ほんとったら、iPad Pro を下、あの、下取り出そうかと思ったんですけど、まあ、それはそれで、って感じで。ちなみに、現役で iPad m i n i 熱いんですけどね、 暑いんんですけどねうん、こうっち見たらわかるけど、暑さが違いますけどね、2もあります。2はあのー、動画見るときに、あのコメント読むのにちょうどいいとうん、うん、いうので、これ使ってます。うんだから、ニコニコ生放送と、うんまあ、それに使うと。まあ、YouTube にもライブ中継はありますけどね。ちなみに、 も健在です健、うん、健在です、ね、え健在でですすけどね楽しみですよね一回開けてるんですよ実は開けてるのはお店で開け,開けられました <laughs> いきなりあのー、見てくださいねって言われて、うん、あーはあはあって急になぜいてきなって、うん、電源も入れないんですよまだね、うん、電源入れる前にあのーあのー、au でか機種変更してるんで au のーあ IC チップねえじゃんっていやあるんだけどね、うん 付いてるじゃんってねっまあこんなふうにね本体とまあケーブルライトニングケーブルいつも通りのそれとなんだこれまあいいやとまあね使わない充電ですうんこれ多分前と変わんないよね早くなったんならいいんで言うと変わんなかったらいらないしね <laughs> いらないっていうからずっと入っ放してると思うんですよねうんでこっちがなんだうんまあ iPad mini ですよーって、なんかあの、説明書うん。スリープですよ、なんとかですよとかっていろいろ説明書が入ってたり、まあ、言われたのが、あのー、これでシム取れますから、一回やるときはシム突っ込んでくださいねーって。うん。ちなみに、あの、ね、これをこう、剥がす、って剥がされていくよね。剥がすと、まあ、いつも通り。 で、今度はあの、グレーです。うん。ちなみにあの、カバーつけるんでグレー関係ないですけどね。んあれ。つかないのか。電源入ってないです、多分。うん。長押しか。長押し。よし。初のアップルね。電源つきました。iPad mini5。ちなみにあのー、チップ入れないからダメだと思うんですよね。うん。 はじめチップ入れからやってくださいねー。ああ、わかりましたー。やってないじゃん、俺。って。うん。なくてもできるんだけどね。まあ、そんな感じで。まあ、ヘローとか言われますね。うん。こんにちは。あ、日本語です。ああ、あったね。それいいんですよね。うん。まあ、そんな感じでね。うん。ああ、これ、変わんないんじゃないかうつさ。うつさ。 変わんあ、変わんねな,なあ多分同じただ中身が違うだけで周りは全部同じだねうん同じ同じうんそういうことで、まあ、同じなんでねそれはそれで,でついでにあのー、こうやってでもちろんあのー、なんかあのー、高いけど6000何ぼでまあ英語であのー、分割に組み込めるって言うから6000 480円のやつカバー買ってきて、そして、ん,んで,で、もちろんあのー、フィルムもガラスじゃないです。あの、普通のフィルムです。2530円。普通のかよーってツッコミどころまさいですけどね。うん。このフィルムケースつけて、先につけた方がいいのかないろいろやる前に。ベタベタつのや好きなんでね。うん。そして、 分割で組み込めるっていうんだったら、にやりってことで、あのー、首にかけるあの、イヤホン。ネック、ネックなんちゃってやつあ、じゃあ、うーんと、クワルコムチップ搭載してる、あのー、うーん、い、えー、ま今いいや。うん、ワイヤレス、ワイヤレスイヤホン BN90 ってでいてるね。うん、ようわかんないけど。うーん、このメーカーがよくわかんないですね。 とりあえずまあ、24時間っていう、あの、再生時間に引かれました。これだったら、あの、プレステ4 <laughs> のやつにいいかなとか思いながら、これでも、あの、ワイヤレスなんでプレステに使いません <laughs>。まあ、YouTube に使うんですけどね、見ながら。今も使ってるんですけど、ほら、ここあれじゃないですか。ちなみにあの、これもう一本あるんですけど、こっちは。三千。 2,980円だから買ったやつ。2,788円だったっけ ?1 本は折れました。で、もう1本は、あのー、こっち側の音が聞こえません。多分中の線が切れました。ガッセーってことで、とりあえずこっち、24時間っていうかね、こっちが33時間だったんで。うん。で、これ22時間、あ、24時間っていうんで、ね、とりあえず買ってみました。分割だから買えるけど、8,778円って買えねえよ俺、俺みたいな。うん。しかもあの、au プラスワンでなんで、変なもん売らないでしょ。うん。ということで、これです。 そしてあのー、2015年版だけど、あのー、これ多分8000円ぐらいするんじゃないかな。うん。これあの、たまたまあのー、セールで4二百、0ん六6 2 0円か。うん、4620円ねあ。結構いいんじゃないかなーって。あの、骨伝導ワイヤレスイヤホン欲しいなーっていう前から思ったんで、ちょうどいいかなーって。うん。ただあのー、高いの買えないんですよね。うん。で、安いのはあのー、ガサかったです。 うんあのー、あれです <laughs> ドスパラの上にあるやつです。うん、札幌で言えば、うん。あそこのはガサかったんで、壊れました、す <laughs> ぐ。で、うーんって感じだけどね、うん。とりあえず、まあ、iPad mini5。何をやるかというと、キャラバンストーリーズ。なので、あの、ぶっちゃけ言うと、こっちでやれよっていう突っ込みどころの技ですね。うん、iPad Pro <laughs>。 ただ、こっちであのー、YouTube 見たり、漫画見たりするんで、その間にできないですよ。うん。ただ、できないんならどうするかって言うと、今まで通り、iPad を見に行こうでやってると落ちると。なら、うん。あとあのー、気落とし X やるときに、こっちの方でコントローラー使うのもいいんですけど、コントローラーってやっぱりね、極端なこと言うとね、押しにくい。 うん、押しやすいんだけど、あのー、全部ロッキーに、あのー、比例せないんで、ロボットに変形したら変形したいつらいなーっていうなんで、なら、手でこうね、こうやってやるなら、うん、やっぱり、え8のね、CPU じゃちょっとねーってなんで、起動としてやるのに。だこ,この大きさはちょうどいいですね、はっきりで。うん。ね、ぶっちゃけ言うとね、うん、同じ大きさです。だから、大きさ的にはもう同じなんで、あとは CPU で、まあ、iPad Pro と変わんねえだろうと。まあせ 書いてることは同じだけど、性能は微妙にあの低いらしいです。うん。A12 だけど、A12 だけど、A12 だけど、何が低いんだろうね。<laughs> メモリいかなかっだろう。うん。結果としてちょっと性能が微妙に低いらしいですよね。うん。まあ、A10 で落ちないならいいんです。これ A10 です、こっちね。ただこっちあの、読,み読むのちっちゃかったです。辛かったよなぁ。ちっちゃい字で読むの。うん。4インチはちょっと多がに辛い。やっぱり7.9インチが一番あのー、ゲームやるにも重さ。 使いやすさ。ね。重さと、操作性。うん。で、持ちやすさ。でも、コントローラーが一番いいんですよね <laughs>。だから、本当だったら、コントローラーでやるのはちょうどいいですよね。こういう行動するのには、多分、コントローラーでやるのが一番楽だと思います。あれ、変わんないんでね。ロボットに乗らないから <laughs>。うん。でもね、って思いますよね。うん。なので、まあ、そんな感じでやってます。今日は、ききくめんゃん、ありがとうございます。チャンネル登録してくれたありがたいです。ドんって感じでね。 うんいやーでも俺、ね、牛たちねああ初めね出た時はね機種変更もダメつい6ヶ月過ぎてないから最には6ヶ月プラスあの払ってる分は引かれてるんで8ヶ月ぐらいしないといけない気づかなかったですね1年経ちてましたちょうどうん去年買ったんだねそしたら俺と思えばね iPad Pro うんだから CPU 的にはあのまあ、iPhone には負けるけどもついにあれ iPhone 確か A13 だよね うん、まあそこまで、うーんって感じですね。ただ、あの、アクション系のゲームをやるんであれば、ね、対戦とかのね、やっぱり、性能良い,い方がいいかな。キャラマン創立は、性能がいいから、良い,いのがいいかなっていうよりは、落ちるかなっていうのもありますね。うん。まあ、ちなみにこれ何に使うかというと、多分あの、ずー、ラストオブダンジョンにメインで使おうと思います。うんー。ね それはそれで変わんないですけど、ね、やってることね。うん。メインで使うのかーって。で、こっちでも YouTube 見合いもできますし。うん。ぶっちゃけ YouTube 見るためあるのかなという感じもしないでもないけど、まあ、こんな感じでね。うん。で、まあ、本当は Amazon のあの10インチもちょっと欲しいなーって思いましたけど、一番ナボのやつ。それはテ入れ大臣で高くて。高くて,って違う思う。<laughs> 分割で組み替えだけで。で、こっちはね、今だにあの、プレステン放送の時にちょうどいい、あの、10インチの。 うんソニーのエクスペリア Z4 普通にプレステリモートでできますからねいいですよね、うん、こっちもたまーに YouTube とか見てます、うん、ベッドの上で、うん、ちなみにベッドの上で漫画読めるのはこっちのままでですけどね <laughs> うんいいよねー、うん、あれよいしょ漫画読めるのはいいよね,ー、うんね そのますよね、まあこんな感じで。というん、ってことで今日はどうもありがとう本当にありがとうございました。うん、ではさよなら。